エリカです。皆さん2019年もお世話になりました。もうすぐ2019年が終わるんですけど、私はね、改めてみんなにちょっとしたお礼を言いたいなって思いまして、はい、本当に2019年ありがとうございました。皆さんとこうやって関わることができて、はい、私はとっても幸せな女の子でございます。今年すごく運が良くてめちゃくちゃ幸せな1年でした。こうやってみんなが見てくれるのも幸せの一つとなっています。本当にありがとうございます。みんなはエリカの動画見て幸せになっていますか？最高なワクワク届けられてるかな。これからも最高なワクワクをね、届けたいなって思っています。今日の企画は2019年、最後なのでね、今年の漢字を書こうと思います。みんなは今年どんな感じですか？もしよかったらぜひコメントに書いてね。はーい、できました。はい、私のね、今年の漢字発表しまとめ、笑いです。はい、笑いですね。なんでかっていうと、今年すっごいね、笑ったりする機会がめちゃくちゃ多くて幸せだったんで。ちなみにうちね、去年の漢字涙でした。そう、去年ね、めちゃくちゃ泣いてたんですよ。だからね、涙でした。でも今年はその逆で笑いです。はい。で、来年はそうだね、どんな一年にしたいかっていうと、埼玉県以外のとこ旅行とか行って、現地の人と交流したいなっていうね、すごいね、レベル高い目標を待ってます。うちさ、すっごいさ、人見知りで、なんて言うんだ、結構内向的だから、人に話しかけるのとか、結構、本当は苦手なタイプなのね。自分が今まで知らなかった古い価値観をぶち壊して新しい価値観を手に入れたいなって思っています。皆さん2019年も本当にお世話になりました。みんなとこうやって関われて本当幸せな1年でした。はい、2020年もどうぞよろしくお願いしまーす。ってことで、皆さんこの動画を見てくれて本当にありがとうございました。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。みんなのコメントも待ってます。 Twitter、Instagram は概要欄に貼ってるので、もしよかったらぜひフォローよろしくお願いします。ってことで、次回のエリカチャンネルとお会いしよう。バイバーイ。